どうも皆さん、かぐわれでーす。イエーイ。はい、このバンドはですね、何から喋ろうかな。僕が4年生なんですけど、それ以外みんな2年生で、この前、じゃあ去年の新ちゃん祭りというライブで初めて出たバンドです。はい。で、いつもなんか、ね、ヒゲダンをやったり、セカオをやったりしてたんですけど、今年から、スミカのコピーバンドとして、ちょっとやっていこうと思います。で、そんな記念すべきライブで、さあこれから頑張っていきましょうという時にですね、ちょっとギターの田本くんがですね、音信不通になりまして、そうで、もうなんか花祭りで異例のスタジオ撮りをするっていう、もうなさすぎて、そう、ね、でも良かったね、やって、楽しかったね、楽しかった。はい、まあそんな感じで、見てくれてる1年生は、なんか、僕が部室での練習だけじゃなくて、なんかスタジオに入ったりとかもこれからはすると思うので、なんかライブっぽいこともできるサークルです。はい。なんか静か。なんか静かやな。僕の話をすると、僕は部室ライブが初めてなんですよ。僕もみんなが、みんなそうですね。そう、なんですごい緊張してます。近いな。はい、そんなとこかな。まあ、言ってくれてる1年生に向けては、これも初めて組んだバンド、みんな全員初めてだな。そう、全員初めて組んだバンドがこうやって1年経っても続いてるので、なんかそういうことがあって、みんな特別なバンドになるかなと思うので、ぜひね、楽器体験会とか普段の練習見に来てもらっていいなと思ったら、一緒に6月の新茶かな、1年生はそれ一緒に出れたらなと思います。はい、なんかいい感じじゃない、しゃべった。はい、じゃあやります。曲はシーカンドシェイクという曲をやります。めちゃめちゃ楽しい曲なんで、まあなんか声出したりとかはあれかもしれないけど、ノリノリで言ってくれれば、俺こっちもやりやすいっす。えい、アプリ前なんでね、ちょっとここで打ちかまして終わりましょう。じゃあ、小平でした。ありがとうございました。Thank you.
次。